はい、どうも、宮間です。今日はですね、ちょっと急遽ね、ヘラクレスの産卵セットに使うマット、産卵セットのマットがね、ちょっと足りない。このままだとね、ちょっとセットできないメスが結構出てくるので、急遽ね、これね、今ヘラクレスの幼虫を育ててきたケースですけどね、このマット、クイカスマットをちょっと産卵セットに流用しようかなと思って、今からですねこいつ掘るんですけど、はい、もうね、みんなさなぎになってる感じです。はい、もう洋室は作ってて、まあちらっと中身見える感じ、なんかさなぎっぽいような感じのね、やつが見えるんで、まあさなぎになってるやろうと、思います。なのでこいつはちょっと掘って、さなぎはね、ちょっとまあ普段やらないんですけど、その人工養殖でね、人工養殖で、羽化してもらおうと思って、はい、ちょっとさなぎ、このお休みになっているさなぎには悪いんですけど、ちょっと掘り起こします。はいね、まあさなぎになって、これね、さなぎからこの3つに限ってはもしかしたらね、もう羽化してるかもしれないなっていう、やつがいます。ってことでね、今から急遽、産卵セットのマットをちょっと欲しいがために掘ります。掘り出します、この子たち。はい、で人工養殖がないので、ちょっとね、100均で買ってきました。このオアシスってやつですね、なんか園芸用品の、吸水スポンジで、とりあえずね、ちょっとお小遣い1000円しかなかったので9個買ってきました。はいね、消費税があるんでね、10個買えない、1000円じゃ。まあ9個、はいね、本当は切りよく10個買いたかったけど、10個買ったら1080円でね、ちょっと足んないので、お小遣いの1000円でちょっと買ってきましたね。で、今からね、人工養殖作っていきます。ちょっとね、初挑戦なんでね、見苦しい感じになるかもしれないけど、やってみましょう。はい、これがオアシスです。はい、ちょっとカス出ちゃうな。あ、これゴミこれに入れていこう。ゴミ、はい、あ、もうこの上でやるか、この上でやる。じゃ、ガリガリやっていきます。こんな感じでいいのかな。お、掘れる。とりあえず深さとかどうかな、深めがいいのかな、どうすか、こんな感じですか。なんかこう滑らかにしたいね。こんな感じ。あとなんか指でできるかな、指。あ、なんとかそれらしくなったかな。以上できました。はい、これでいいや。1個出来上がり。よし、どんどんやっていこう。とりあえず9個作ろうかな。買ってきた分全部やっちゃいます。はい、2個目とりあえずできました。まあ、こんな感じでね、
どんどんやっていこうと思います。はい。よし。はい、これ、最後の1個です。作ってて気づいたことがあって、これ。あれね、がっつり一気に掘るんじゃなくて、少しずつこう、掘っていった方が、なんていうか、安定しますね。この、削り具合が。ある程度滑らかになりました。こんなもんです。よし、こんなもんですね。はい。で、人工溶質ね、こんだけ、あ、しまった。あ、やべ。形が、指の形で陥没してしまった。まあいいか。大丈夫か。よし。こんだけ作ってみて、思ったことがあるんですけど、あ、ちょっとこう、後で捨てます、こいつは。あ、すいません。よいしょ。はい、これゴミ。ね、作ってみて思ったんですけど、このオアシスって、たまに、たまにすごい、うんこ臭いんですよね。ね、今回9個作ってはみたんですけど、なんか時折ね、すっげえうんこ臭いオアシスがあるんですよ。全部じゃないですよ。全部じゃないです。ねえ。なんかオアシス、これ、人工室たくさん作ってる方、なんか、そんなこと思ったことないですか？ねえ。皆さんね、ちょっと、人工室経験者の方、よかったらコメントください。自分、あれ、一瞬、あれ、俺、うんこ漏らしたかなって、ちょっと焦るぐらい、ね、うんこ臭いのがあったんすよ。うん。皆さんね、ちょっとご意見聞かせてください。もしね、同じ感想をお持ちの方、いらっしゃいましたら、ちょっとね、匂いについてちょっと語り合いましょう。ね。はい。はい、ということでね、とりあえず9個終わりました。はい。まあね、形がね、揃ってないところがほんとこれ素人臭いんですけど、まあね、そこら辺は許してください。はい。で、乾燥してたらダメなんでね、うん、水をね、入れていきたいと思います。水。はい、水十分含ませての、めっちゃ含むな。ちょっと待って。洗いながらやるか。ね。こっちがいいよね。ね。洗いながら。よし。変わっちゃうな、気をつけてもたんと。よし。OK。
こうやって洗いながらね、水含ませて。よし。はい、はい、ということでね、水を含ませました。はい、これからねこいつらを暴いていきたいと思います。じゃあね、やっていきます。まずこいつからいきますか。はい、よし、行きましょう。はい、掘っていきます。ここにありますね。わかりますね、ここにここら辺にあります。ありました。あー、ごめんね、ごめんね。あしゃしゃしゃ、あー、失礼失礼。いましたね。はい、ヘラクレスいました。あー、もっとかぶっちゃった、ごめんね。はい、元気です。動いてますね。よし、じゃあこれを早速、はい、どうぞここでお過ごしください。川、見てください、幼虫の皮です。皮、頭がある、ほらね。まあ一応サナギでしたね。よしよし、このマットがね欲しくてね、今回こうやって掘ってるんですよ。はい、後でね、この管理シールはここに貼っつけていこうと思います。覚えとこう、ここに並べていこうかな。はい、次行きます。よいしょ。あ、ここら辺硬い。おー、ごっそり取れた。いますね、ほら、いますいます。思ったけどこれマット全部入れてたら、ここ、このケース入んなくなるな。マット作業は後でいいか。とりあえず幼虫の回収だけずっとしていこう。見てください、幼虫の皮です。頭もちゃんとある。はい、うん、やっぱヘラクレスのサナギって大きいな、すごいね。はい、じゃあここにどうぞ。はい、よし、じゃあはい、今度こっち、この順番庫に置いていかんとね、分かんなくなるか。うわ、すごいね、見てください、これがさなぎの部屋です、洋室。
よ、こんな綺麗に作るよね。うん、虫ってすごいわ。こうなってたのね。虫ってすごいと思う。これなんか記念に取っとくか。ねえ。記念に取っとく。いやでも、すぐ壊すだろうな。ガッシュ！次どんでいこう。 はい、開いた。そっくりました。はい、おいで。これ大きいな。一番でかいんちゃう？今までで。素晴らしい。はい、どうぞ。でかい。楽しみじゃん。できました。まず1巡目、これどこ置こうかな。こっち置くか。届いて、どうぞ。じゃあ、いやー、どんどん行こうか。来ましたね。見えます？います、います。みんな、なんか比較的健康というか、あ、ちょっとごめんね。引っ張るよ。あ、ごめん、ごめん。よしよし。はい、ヘラクレス。ヘラクレスはやっぱいいわ。洋室きれいに作ってんな。かわいいね。はい、3巡目 OK。 さあ、今度こっちはもしかしたら成虫かもしれないってやつらです。これさなぎでした。あ、この子は成虫なってた。あ、ちょっとごめんね。あ、ちょっと動くな、動くな。いた、いました。この子はさなぎでした。はい、どうぞ。とりあえずさなぎは全部ね、無事確保しました。はい、一等はね、こっち浮かしてたんでね、こっちにちょっと今仮置きしてますけど、はい、これ今ね、ざっと測ったら132ミリぐらいありましたね。一応130いってました。でもまあね、ヘラクレスにしてはちっちゃい方なんでね、まあ自慢できるサイズではないんですけど、でもね、今年第1号ですね、ウカの。ウカくん第1号です。無事に浮かしてくれてね、
ありがたいですね。嬉しいです。はい。あとこの子たちもね、順序、じわじわ羽化してきてくれるんじゃないかろうかと思います。動いてる。まあね、こうやってサナギを並べるなんて初めてですけど、まあでかいといえども、まあサナギは可愛いですね。うん、自由に動けないとことかなんか可愛らしいです。うん。はい、ということでね、今回このね産卵セット用のマット、これが欲しいがためにこの子たちをちょっと掘り出してみました。うん、ごめんね。またね、次の次世代を産ませるためにご協力ください。はい、ということでね、今回の動画は以上です。はい、ご視聴ありがとうございました。